はい、行きましょう。x+by=0 の整数解ですね。ここで何を勉強するかっていうと、こういう 3x+2y=0、 こういう式を満たすような全ての整数解を求めてくれと。ね、それをどうやってやるかっていうのをやるんですね。まあまあ根性でやってもいいんですよ。ね、ちょっと小学生風に書くと、結局 3x+2y=0 を満たす全ての整数解ということは、この四角にはどんな数字が入ったらイコール0になりますかっていうのを探していくんですね。例えばここが1でここがマイナス1やったら、 3-2 で1やからあかんみたいな、そういうふうに根性でやっていってもいいんやけど、大変ですよね。なんで、それを計算とかでね、どうやって求めていくかっていうのをやります。で、ここでまず勉強する前に一つ知っておいてほしい数学の言葉を再確認しておくんやけど、 A と B が互いに素っていう、これの意味をまず最初にね、しっかり押さえておかないといけません。で、 A と B が互いに素って言われたらどういう状況かっていうと、 A と B に1以外に約数がないよと。最大公約数が1だよと。言うてみたら3と7みたいなもんですね。これは互いにそうです。でも2と4はこれ互いにそうじゃないです。なぜなら約数2があるから。僕とかも分数にして約分でけへんとか、そういう風に覚えてます。互いにそうっていうのは分数にした時に約分でけへん。そういう感じですね。まあどれでもいいです。1以外に約数がないでも、最大公約数が1でもええんやけど、それをまあまあ、基本としてね、ここで一番勉強したいのは、A と B が互いに相の時に AX+BY=0 の整数解の全ては X=BK Y=-AK で表されると。何のこっちゃって感じですね。これ具体的に見た方がよくわかるので、具体的に見ていきましょう。例えば 5X+2Y=0 っていう式があるとすると、これ今5と2って互いに相ですよね。その時、この式を満たすような X と Y の値っていうのは、x=2k y=-5k、 これ k は整数です、で表せられると。例えばね、もし k が1の時 x なんぼなりますか。 k が1の時 x は2で y は -5 ですよね。じゃあここに x に代入したら、5×20y-5 代入したら 2×-5 で -10=0 になりますよね。 k=3 の時でも一緒です。 x は6で y は -15 か、-15 ですね。やっぱり代入したらこれ成り立つんですね。 K がマイナス5の時でも一緒です。マイナス5の時は X がマイナス10で Y がプラス25、やっぱりイコール0になるんですね。つまりこの K っていうのは K 倍です。 K 倍してくれよと。 X は2の倍数だぜ、 Y はマイナス5の倍数だぜと。それで、必ずイコール0っていう式が成り立つんですね。この知識を確認しておいてほしいんです。これなんで成り立つかっていうのは、結構図を使うと簡単に理解できるんでね、理解を深めるためにそこも確認しておきましょう。 5x+2y=0 で、これ式変形したら y=-2/5x ですよね。で、これっていうのは比例の式やから原点を通ると、0、0絶対通るんですね。ここまで OK ですか。整数解の一つはまず確実に0、0なんですね。そしてさらに傾きが -2/5 っていうことは、ここから x 方向にプラスに行った時に y が -5 行くと、そういうような傾きなんですね。その次の整数の点は2と -5 なんです。その次も同じようにプラスに行って y が -5 行くか、その次は4と -10 というふうに、2の倍数と -5 の倍数ずつ来るんですね、次の整数が。この前でも一緒です。2来て5下がって整数になったんですね。だからその前あのはマイナス2と5です。こういうふうに2来て y は5下がる。だから x っていうのは2の倍数ですよ。y っていうのはマイナス5の倍数ですよと。そういうのを式で表しているんですね、これは。だから a と b が互いに相であるとき、ax+by=0 っていうのは、x は bk、y はこいつにマイナスつけたマイナス AK で表されると。それが大事ですね。で、これを理解しとけば互いに素である必要もわかると思います。例えば 10x+4y=0 っていうのがあったとしてね、これ互いに素じゃないですよね。互いに素じゃないのはなんでかっていう、
互いにそうっていう条件が必要なのはね、ここ A と B が互いにそうであるときっていう条件必要ですよね。なんでかっていうと、これこの式にしたら約分できちゃいますよね。約分する必要があると。だからここに互いにそうであるときっていうふうになるんです。マイナス5分の2ってことは、5.2 に行くわけじゃないですもんね。だからこれ約分できるから、ここに互いにそうという条件が必要なんですね。以上で OK でしょうか。ということで、そんな話を踏まえると、 3x+2y=0 の全ての整数がすぐ分かりますよね。 x はここに注目して 2k、 y はここに注目して 3k やけど、マイナスをつけてあげるということで、 x=2k、 y=-3k です。で、k は整数っていうふうに書いてあげましょう。これ k 倍という意味ですね。2の倍数ですよ、マイナス3の倍数ですよっていうことです。 OK でしょうか。ということで、ここでは ax+by=0 の整数解について勉強しました。 A と B が互いにそうであるとき、 ax+by=0 の整数解のすべてはこうやって表せられるんですね。具体例とか図も込みでしっかりこの内容を理解しておきましょう。